はいみなさんこんにちは元気なおじいですえー、今日は1月の10日木曜日時刻の方は22時2分となりますえー、っとねまずはあの冒頭からねあのお知らせがあります、えー、元気なおじいのねチャンネル、まあ、昨年その前かね、えー、おととの 10月以来かな、うん久々にね、あのペナルティを受けました。ね、うん、で、あのー、まあ、いろんな意味があるでしょう、嫌がらせもあるかもしれないし、嫌がらせメールも来てるんでね、あのーまあのまいろんな意味があるかもしれないんだけれども、まあ、分かってない人っていうかね、うん、まあ、うん。 ある程度の々っていうかね、うん、表現ではねあの、まあ、自分とよくいる常連様という形で何て言うのかなあのそういうつもりでやってるとね、うん、その中ではあの分かってる人同士は、うん、いろんな意図が分かってもそうでない人もいるわけだしね。うん のでねまあ、これはしょうがないなと思ってね、うんまあ、今大社会だし、ねうん、やっぱり起こるべくことが起こってるかなと,、ねえー、とそんな感じがしますおじいも大体もうあの予想してたからねこれね、うんまあしょうがないなとでおじいの場合はねうん、まあ、このまま全開全力で うんまあ、春までとにかく突っ走って、ねえーとまあ、一気に、まあ、ど,どこまでいくのかなと思う、ね、で今、今月モナ w i フ f i の、ね、情報、まあ、立て直しの最中なんで、まあ、出るまでが、ねうんまあ、ちょっとこう時間が、まあ、何しようかなっていう、ねまあ、そんな感じで、うんまあ、いろいろ遊んでみたり今まで案件来たものとかね 新しいものが来れば紹介したりとか、まあ、そこら辺でつないでたんだけどもそうだねあの今日は、うん、いろいろ考えさせられてね堀内、うんまあ、さんも遊びに来たんだけど、まあ、本当あの日本代で遊びに行ってねでお話しして,、うん、で帰,って帰ってってでその後の出来事なんでねでねうんそうなんだよね、まあだあのまあ、出る杭は打たれるね だんだん目立つとやっぱりあの負の力っていうのが動いてくるからね、まあ、おしゃいつきが出てきてこれも当然でしょう。でおじいとしての判断なんだけれどもうんと今までの人生の中、まあ、いろんなライブ配信アプリとかねいろんなところにいたんだけれども、まあ、とにかく己の考えを突き通すね。 うん、こういうスタイルだからということで、まあ、そういうことをまあ言ってきたんだけれども、まあ、とりあえずこのやっぱり運命だなと思ってね、まあ、そんな時に何かそういうあの自分の考えで行動を起こしたり反発してると、うん、やっぱりずるずる悪い方にいっちゃうんだよねそういう考えになったりするちょうどそういう時期なんでうん。 これはやっぱり、あのー、な何をやってもとりあえずその時に考えてることとか行動っていうのはだめだなと思ってね、まあ、冷静じゃないかもしれないし、まあ、あのちゃんとした適切な判断が取れない時期なんだよね毎年去年もそうだったおととしもそうだったず、ね、っとそうなんだよねなのでうーん、まあ、冷静に考えてみて、まあ、とりあえず応援してくれる方はね本当はありがたいんだけれども頑張るけどね うん、でもまあ一回ちょっと、うんまあ、思いっきり休憩が必要だなと。で、まあ、中にはおじいがメジャーリーな人もいるわけだから、まあ、あんまりメジャーリーにならないようにね、まあ、ちょっと引っ込むことも大切かなと、まあ、そこのところをね、まあ、考えてで、まあ、YouTube の中でうんとどうやって自分の、まあ、何かこう一個結果を出すとしたらとにかくまあ長い動画を作るとか。 うんまあ、おじいは長い動画 YouTube ではもう絶対的に YouTube では長い動画出してた誰っつったらねおじいだよっていうぐらいね、まあ、その長い動画とだから、まあ、それからそれなのに投稿本数はいっぱいあるよっていうね、まあ、そこのところをあのちょっと狙ってたっていうのは、まあ、ずっと言ってたんだけど、まあ、そこらへんもねうんやっぱりこういろいろ今今日はね動画をいっぱい一削除してました。 ままだこれからね大量に削除しますでおじいが成功の結果を出た時にこういうつまらない感じでねこうなんだよねって言いながら「ははは」って言いながら「ああおじいもこういう時あったの?」みたいなだおじあのー、今もういろんなねライブ配信アプリの歴史とかあと、まあ、おじい散歩とかね、まあ、動物園とかさ まあそこら辺が一番やっぱ不人気なんだよ、ねうん、なんか見たいしてもやっぱこう何人か見てくれるんだけど全体的には圧倒的に求められていない動画っていうねあの人気の内順にしたから見ていくとそう出てるんだよねで元気なおじいのチャンネルを支え、まあ、基本はレンタル w i f i 系なんだけどもあの圧倒的に最近ねやっぱのガジェット系の情報っていうのがもう 圧倒的、にもう上からもうずーっとね、みんなも相当すればわかるんだけど、そこにレータル w i f i の入る余地がないんだよね、あのかなり下の方まで。なのでねうん、やっぱりちょっとこう変わってきたかなっていう、今まではまあリモコンは別として、あのー、全体的な内容でね、ガジェット系なんて全然あの入り込む余地がなかったんだけど、 あのだんだん変わってきた前はレンタル w i f i がもう圧倒的って感じだでね、で i ビデオのサンマリオン JT をとにかく上に組まれ、でもその前に一番最初にやってた富士 w i f i の動画とかがね圧倒的に多かったんで、なもんで、まああのでバ,ババババってあの時は消しちゃってたんだよね。で消しちゃったけども、まあ、黒歴史も あの歴史の推ちだよっていうのがあってうんってね、うん、まあ出したのは嫌だけども、まあ、とりあえず後になって振り返ってはあの笑える日も来るだろうからまあ、残しとこうかみたいなね、うん、それで残しといてもあの、まあ、そこから i ビデオとかのね情報を頑張っても、まあ、そこでいっぱい見てくれる人はいるんだけどあの やっぱりあの時のトップの動画一本の短発でする抜く動画っていうのが、ね、あんまりなかったんだよね。そうするとねうん情報として引っ張っていったものよりもなんかあ,あの時のあのタイミングと勢いで、ね、あの時のあのタイミングだから世の夜中の人が最先端のアンテナ持ってた人が情報を探しているところにちょうどタイミングよかったんだろうねおじいもね。 だからあのカジマックさんとか奥さんとかねそこら辺おじいも最初見てって言ってた通りあのみんなが探した時におじいも探してたっていうたまたまハマったん、ね、だよねなのであの時のあのー、3ヶ月ぐらいのやつが結構アクセスあったんだよね、うん、でまあその後は本当にアビデオやったとみんな割られたんで最初はね <laughs> えーそんなとこなんか怪しいしってねカードじゃないしとかさ なんかいろんなのを受けてて、ね、長くやってるうちにあのポチポチとね「あのいやここは大丈夫だってよ安心だってよ」とかね、うん「あの内容良かったよ」とかいう人がだんだん増えてきてなので加速づいてきたっていうのは本当はそこからあなんだよね。なもんでねまあその時にやっぱあの意見さんとかねああてこう仲間がこうだんだん増えてきてね。うん でいろんな情報ねジックンさんとかねコードセブンさんとかそういう情報もびっくりするようなね情報がねババーンってこう出てきてねでそこからこう拍車がかかったねバってね最強電子ですがねでまあそこのとこ1個でねあのー、結構レンタル w i f i の情報を出すと見てもらえるっていうのはわかるんだけど。 あ,のあまり連発して, <laughs> あのていうこう2つの意見があるんだよね、やみ込みに出してても飽きちゃうっていう人もいれば、あのどん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 ん人が入れ替わるし、前に言ってても、いや今の人は分からないんだから、定期的にシェール情報だとか、あのこの商品の死骸の,の説明とかね、うんであの、楽天レンタル保険との紐付けとか、あのいろんなものを、ね、もう定期的に言わないと新しい。 視聴者さんがどんどんチャンネルが増えてるから主人たちはロ酷を見ないから定期的に言ってねっていう意見もあるからねあそまあそれもそうだよねしてねだから自分の中ではあのたまにっていうと本当もう見てる常連さんの方に向けてやってる気持ちになっちゃってるからどうしても自分の中でこれ前言ったこともう一回っていうとねやっぱ半年に一回とかさ早くても3ヶ月とかさやっぱどうしてもこう。 何度も何度も同じものを作るのが嫌じゃないんだよ別に作る方としては楽だからねあの嫌じゃないんだけどもなんかこう聞いてる方も飽きちゃうんだなっていうねあのでも新しい人から見たらそれは初耳の話なんだよねだからあの今日もひかりさんの動画なんか見ててねこれ言ったよなまあ言ったよなでも なんてそんな話もね、あのー、出てきたんだよね、まあ確かにそうなんだけどもさ、うん、まあでもあの基本レンタル Wi-Fi のチャンネルなんだけど、でもいろんなあのガシット系でなんかこうあの求めてる人もいるし。おじい A 三 Pro すごい気合い入れてたんで、ただ技術の問題でガツンってあの出番くじかれたっていうかさ。うん あれでだからまあ何を出してもっていうのがあるからね、まあ、他の人が出しても OK でもおじいが出すと、うん、ダメみたいなねそういうのがなんかあるじゃん嫌われてると。だからさ、まあ、おじいはおじいなりにあの自粛しててで、まあ、ちょっと面白いものはねリクエストがあれば、まあ、ちょっと拾ってみたいな感じでね。 で今日はあのいろんな動画他のいろんな人のところ見てたんだけどね、まあ、見ながら動画削除とかまあいろいろやったんだけど5種類減ると思うよ。そしたらねあの HD プロの,の動画に関する情報が録画。 ああのとかねあんまないってでおじい確かカメラで撮ったやつはあるけどカメラ性能はあんまいまいちだよということで表現してね、うん、カメラ性能はない,ないと思った方がいいよっていうそれがど,どんなものなのかもうちょっと知りたい人がい,いるんだね多分ねなんかあ,あ,のあんま探してもなかったってどこのコメントだかなデカリアさんかななんかあの来たよって開封したから違ったかな誰の子だっかなだからそんなのしらっと見たんでああと思ってね うん、もうおじいもリクエストがあればねあの何を見たいといえばこれはねってこうやってるけどさ全体的にあんまりないそれが何でなのかなっていう売れてる商品なのになんでないのかなっていういろんな人のちょっとチャンネル化活性化してるところに行くと必ず誰かがあの技的の問題を指摘してでそこから先の,あの情報提供をなんか妨げるようなねそういう流れになってるんで。 うーなのでね、まあ、昔はそんなの関係ないって思ってたけどもでもね、えー、どうなんだろうねあの技敵がもう取ることが決まってるからねあのこれはっていう情法があってもそのあれが出るまではっていうね、うん、まあいろんな考え方いろんな理論があるしもうそこのところも短けるようになっちゃうんだけどね、うん、まあいろいろ考えてみてさ まあ、おじいの集中力とかねやるのは朝起きてから寝るまでダーッと、あのー、継続するんでね何やってもうーん本当シージャーライブやっててもポコシャやっててもあのフわッチやっててもシーカシやっててもカカクモやっててもそのずっとね集中力は本当切れないで。 続くんだよこれは YouTube 見てるみんなも分かるでしょだけどねふとその集中力が切れる時があるでその集中力を切れる時っていうのはもうピタッと「あやめよう」って思った時なんだねでおじいは今 YouTube はやめないんだけどもその今集中力を切らせる時だなって思った。 うん、なのでねおじいとしてはガン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 毎日の、ね、朝起きたらコメントを取ってあれやってこれやって質問があったらそれに答えてっていうねその流れがもうできてたんでご飯を食べるように顔を洗うようにそのやることっていうのはもう決まってたんだけど、うん、まあそのあおじいもあちょっと追加の動画撮んないとちょっとこう。 表現悪かったなとかね、うん、ここはこういう意味だよっていうのを伝えきれないところがあったから、まあ、コメントではね、分かる人からあのいろいろ、ね、あのいつもの仲間からはちゃんともらったけども、それ以外の人って、ほら、反論があるわけでもなく、こっちで攻撃したりとかね、うん、匿名攻撃が多いからね、なもんでね、まあ、日本ってこうなんだよ、だからかあの隠れて、日本人はスナイパーが多いね。 うん、表に出てこないあの隠れて攻撃をするのが多い、うん、そういう人種なんでね、うん、そんなもんでねそのいかにいろんなとこでもね見えない敵と戦っていくかっていうのがねあの今までのこのネットを始めて30年以上の課題なんだよどの時代もね。うん、で、まあ、今日もねあの うんまあ、検証もね、ねあれも英語で開発チームとねあでこうでいやこれやっぱりここのところはおかしいよってってね、うん、あのマイクの音があの悪いというのはそれは濡れぎぬだよねっていうね、うん、あの録画見ても分かるよ、声が、ね、悪いわけでもないしウのシさんの,、ね、あの唯一、車両ピンシャックなんで使えたんでね音悪くなかったでしょ。 だからマイクの音がしょぼいっていうのはその使ってる人のマイクがしょぼいってことなんだよ。で、まあ、そんなに高いマイクじゃないったってねあのマ央ノさんの、ね、提供いただいたあのピンマイクなんてねそんなに高価なもんじゃないでしょそれであの音質がいいからさ、うん、だから、まあ、そこのところはねあのこれにしてあげると声がしょぼいっていうのはそれはないよねってね。 であとはまああのこ1回ポツンと音が飛んだりしたけどあの1回なんか連動してるんでね、うんまあ、あの画像が切れると音も非常に切れるハードは認識してるんだけどもまた映像の方はつなげれば復活するけど音が復活しないっていうねそこが面倒で面倒でしょうが他のビデオキャプチャーはあのー、全部復活するんでね、まあ、音の連動はないんだけどもさなのでそこはちょっと あの直した方がいいよねってまた英語でね言いながらええっテしながらまあいろんな時間が過ぎちゃうんだよね一個のことをやってるとね、うん、でまあどのみちおじいね今月あの今ポチ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 ,ポチなんかこの間からね誰か見ながらチョキ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 ねあのグエーなやつ切ったりとかさ なんかこうこうの流れで聞きながらこう作業したしたりとかさまあちょっとこういろんなこと着々とやってたんだけどもやっぱり時間が足んないだねいろいろね。うん、よいしょでさ、うん、まあとりあえずまあ おじいにもだからまああ,のあ,、まあそろ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 まだね四4桁の落ちはさそんなになんていうの,あの影響力がないからね、うんまあ、だからその時でしか言えないようなことを表現できたらいいなって1万人超えたら5桁になったら考えようと思ったんだけどでもその今4桁の間に 取り掛かかかる人ととね、うん、アンチとかじゃあ5桁になってからの取り縛りの人と安心の人って何が違うのちょって同じだよね。うん、なのでそう考えるとねうんまあ人数じゃないかなと思ってね、うん、まあ、そういう雰囲気になってるんだったら、うん、まあ今までとはちょっと違う形で、うん、引っ込んでみようかなってね。 といいう考えにたたどり着いた初めてねあのおじいの人生の中であまりそういうのでこうなんかこうガーンってやられて引き込むっていうことはないんだけど、まあ、今回はねう、まあ、まあ今まで毎年毎年12月1月2月でおじいのステージアラブ時代とかねファッション時代とかしてる方もいるでしょう。だいたい 1>, <laughs> 1月ね大体いいそうだよねで毎回「負の」を配信してるみたいなね必ずねあの誰かが絡んであのこういうことが起きるんでいつもね毎年必ずねこの大社会の時期なんだよ12月1月2月であの2月もギリ終わるまで続くんだよね なのでね、あもうここまでだと偶然じゃないよねっていうね、うん、だったらどうするのってねあのまあ、本当にそれに打ち勝たなきゃって言ってても結構油に火注いでるだけだからね、まあ、とりあえず引っ込んでみようと今回は、ねまあ、そういうことでね、まあ、せっかくまあ右肩上がりでねあの今伸ばさせてもらったけれどもちょっと勢いをピタッと止めちゃおうかなと。 あのやろうと思えばまたいくらでもねあの再開することができるんで今ブルンブルンルンブルルンってこうエンジンかかったけども一回止めますエンジンを。で動画自体はあのー、普通にね、あのーまあ、求められてるものっていうかねそういうものは一個の動画として出していこうかなと思ってます。 まあいつもの感じで行くのはまあこの大社会抜け,て抜けた後とまあ4月の半ばになっちゃうんだけどね YouTube ライブもね3か月ペナルティ禁止なんでまあ今4月の半ば二三四月の半ばまでね YouTube ライブもできないんでねまあなんかライブしたくなったらあのこの間みたいにね追加しやるしまあコインの有効期限1週間ぐらいこの間のもらったコインもそろそろ切れちゃうからね。 うん、まあ今日か明日あたりやろうかなと思ってるけどね、うんまあ、そんな感じでまあ気軽に配信できるところはあるわけだしねホームがね、うん、で今日はあのー、それこそ本当過去の動画ね何万人になってから振り返ってあこんな歴史があったんだねとかねこんなかそってる動画があるんだねっていうのをねあの後から見て笑うとかあとそのダメだった動画でもその その,そ,のそ,れその時でダメになっちゃうわけじゃないからちゃんと自分が結果を出してからその過去の動画をネタにして使えばその時にアクセスしてもらえるわけだし本当にね、あのー、かそってる動画の例とかこの時はこういうものしか作ってない、ね、もうあの動物の動物園の動物アップするんだったら生ない指がアップしちゃって誰も見てくれないんだからだったらそういうの専門で面白くアップしてる人のとこ見るよね検索でもね。 だからね、あの元気なおじいだよって言ってね、本当にチャンネル登録少ない時に、いくらライブ配信で見て,てねえって言っても、やっぱりあとはもう検索で見てもらうことは絶対ないんだよねで。そういうのの例として残しておきたかったけど、でもやっぱりあの邪魔なものっていうか、これからいろんなチャンネル登録してくれる人が増えるだろうし、まあ、してくれない人もいるだろうし、取り掛かりの人もいるし、いろんなうちの人とね、 戦っていいかなきゃな,らないしね、まあ、そうなる上であんまりそのかすってる動画ではね、うん、あんまりプラスにならない動画っていうのは、うん、あのやっぱ排除していくのかなと思ってねだごっそり消しちゃおうかなと思ってだこのあのコメント演しだとはコメントの編集だからいいけどもおじいの雑な弾シリーズとかね、うん、あそこら辺なんかもうごっそりなくなっていいでしょう本当 まあその場の日記みたいなもんだしその時その時のことを話してるんだけどまあいらないかなってね、うん、まあおじいといえば雑談だからねそういう雑談がこんだけ作ってきたんだよっていう歴史で残していきたいなっていうのはあるんだけど、まあ、でも、あのー、やっぱり数字で見てね新しいものをクリエーターなわけだからおじいはねこれからチャンネルをや、あのー、伸ばしていく上で 古いものを伸びてないものを伸ばす無理やり伸ばそうとするよりもあの伸びるものをクリエイトしていかなきゃダメなんだよこれがクリエイターなんだよねだから既に新しいものをどんどん作っていかなきゃなんないから何でそんな過去に作ったものをしがみつくのかなってちょっとそういう考えがあるんだよで情報が役立つ情報は情報でも通り過ぎた情報シェール情報とかね 取り過ぎた情報、その時に役に立たない情報はあのー、つまんないでも,でも昔はこんなものをこの値段でこうやって整理であったんだねとかねああこの時にはこうま,だまだこんなねこんなに厚みがあってこんなものをこういうの売ってたんだとかねそうなるじゃんガジェット系なんて進化が早いから。からそういうい意味でもね 残しておくのが面白いのかなと思ったけど、まあ、非公開で残しておくとかそういうのが面倒くさいんでまた何かの表紙でパーンって戻ったりしてね、うん、あの意図的に、ね、あのやってなくても何かの表紙で貼ったらねまた何かトラブルなんでも嫌だからもうあの非公開にしたいなと思ったらもう削除する、ね、その方針でね。うん なのでまあ、今何本字があ、あのー、動画あるのかわかんないんだけど見るとこわかんないから、まあ、でもあのごっそりとちょっと今ねプチ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 ,プチ消してます今ねう縮小まああのー、ねやっぱ目標があって早く行きたいとかね早くねあの身近な人にどん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 お意識を追い越しでねやってこうかなと思ってもね まあ今その時期じゃないかなっていう今ちょうど停止の時期だからね、うん、停止だから止まる新しいことをやってはいけないおじいちも言ってるようにね今休みの時期なんだよね休めってことなんで、うん、だからねああ今休む時期なんだなと思ってねなので今ねちょっとあのね、ー、ま,まあうんまあ本当に まあここ数日ね数日間うーん、まあ、いろんな内容があったけども、うんまあ、ちょっとこうね、あのー、間違って伝わったりとか、まあ、自粛になっちゃったりとかそういうムードもあったからね、うん、なんかこう活性化がパッて止まってるなみたいなのがあるからねなのでまあ一回リセットもし要うだなと。 でちょっとね申し訳ないんだけどもおじい今コメント全部読んでるんだけども今ね本当あのー、コメント返信できる、あのー、今精神、あのー、的なものが今なくてねでそれを気持ちがなくて淡々とやってるとあのー、分かるよねこれね、うん、でその動画自体が閉まらないものになるね作業的に作ってるものはね。 なのでね、ただの焦りを感じて淡々とやるというのもちょっと今まであんまりねやってこなかったんでうんちょっと申し訳ないんだけどもね、あのー、ちょっとコメント返信雑談はねできなくて、まあ、見たよーっていう感じでね、うん、おじいちゃんのハートつけてくるんで、まあ、ち,ょちょっとね、あのー、ご勘弁くださいね。 あの理解してくださいコメント編集者さんったはちょっとねちょっとまたあの気持ちが回復したら、ね、そこからまたししたいと思いい思ますとりあえず1万人まではねどんな形にしてもあのなくしちゃうってこともないし考えてないしねやるけども今ちょっとそのやる記録が今あのないのでね あのまあ、はっきりとね、記録がない,ないから明るくできないんでね、なのでちょっとお休みさせてください、ねうんまあ、本当ね、あのーまあ、コメントするのが、あのー、すごく、まあ、コメントはしてもらってもいいんだよ、ただコメント返信雑談はしないだけだからね、コメント拾ってくれるからね、あのー、楽しくてコメントしてくれる人もいただろうしね。 うん、あの読まれる読まれない関係なしに投稿してくれる方もいるしいろんな方がいてくれるんだけどもね、まあ、一応そう,いうそういうことで、まあ、ちょっとねコメント品者さんもとち,ちょっとの間ねほんの,ほんの数日だけちょっと、うん、できないかもしれないけどすぐやるかもしれないし、まあ、ちょっといろんな作業もあるし気持ちの整理もあるしね、うんまあ、結構ストレスが温まりやすい時期なんでね停止なんでね。 んなもんでね今本当 YouTube ね、まあ、いつも言ってることに関して、あのーまあ、応援してくれてる方いっぱいいるんでね、うん、まあでも、あのー、アンチコメントっていうのはその真逆なんでね本当に。<laughs> まにでもおじいはね一緒懸には負けないんでね まあ結果はちゃんと出そうというつもりでやってるんで、うんとまあ、結果は出そうと思ってるよ。ね、た,ただまあエンジンは一回ね切るのはどうかなと思ったけど、あのーまあ、何かしら毎日ね何かしらはアップするんだけど、うんまあ、そんなわけで、まあ、ちょっとね方針変更じゃないんだけど今そういう時期なんで直面したんでね、まあ、ちょっと、あのー、スローダウンします。 あと、スイキカスの方でね、ちょこ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 なんか、あのし,ゃしゃべってるとも、雑談とかコメント返信だったとかね、やらなくなった分、シーカスでちょっとおしゃべりでもしてようかなっていうね、うんまあ、それがちょっと無難かなっていうね、うん、とりあえず、まあ、無難に、だんだんね、あのー、成長していくってことは、やっぱりね、 あの個性的な自由な表現を続けることはできなくなってくるよね、まあ、遅からず遠からずこれはちょっとなっていうのもあるけどもでもまあいろんなことでねそうなってくよだからやっぱりあの右に習いで同じような動画をね、うん、ただ看板の掛け違いでキャラクター違いでやってるあのマ,リオマリオカートみたいなゲームがいっぱいあるとかね テトリスみたいいいなゲームがいっぱいある。でもみんなキャラクターが違うとかねコースが違うとかでも名前が違うでもみんなこれマリオかってたみたいなあるじゃん昔からねえいやこれよこしくらいでぴょんぴょんでこれみんなマリオだよねってあるじゃんでもやっぱそういう風になっていかないとうーんってような世界なんだねあのどこもいろんなとこいろんなとこそうなんだけど。 こればっかりはね、どうしてもね、あのー、個人的なちっちゃな力でその自分の作り上げている世界じゃないからその中で押し通すっていうのはやっぱ無理があるんだよねどうしてもね残念ながら。まあそういうことでね おじいもこういろんな動画、まあ、あげあげ動画でねう、出してるんで、本当にまあその動画を見てね、うん、もうめっちゃテンション上げていろいろ考えてね。もうひかりさんなんかも今日の動画もね、すごい楽しく見ながらずっと作業してたんだけどあ悪いな、でもちょっとちょっおじ失速するわみたいな感じでね、ちょっとそのうちにおいしいってこいよって感じで。 まあちょっと休憩所でお水飲んでるから早く来いよってね背中見るしおいしくよしてからとりあえずここで団子食ってからおいしいって来いよって感じでねちょっとそんな休憩気分でいようかなとねで一回一回リセットねあの右肩上がりにこう上がってる数字もちょっと一回止めてであの情報のあれがなくなってくるからね なので、あのー、離れる人は離れてもらってで一回,回ちょっと下げてねちょっと目立ちすぎるから上がりすぎてるから一回こうちょっと押さえて下がってねそれで、まあ、今例えば、まあ数字まあ、チャンネル登録じゃないけどもね、まあ、今、あのー、数値が7000ぐらいあるとしてもね大体いいちょっともう5000かそれぐらいまでちょっとガーッとこう押さえて押さえて押さえ,えてっていうかね ーンテこれでまあちょっと控えめに抑えてからまたあの3ヶ月ぐらいしたらねグワッて行こうかなっていう、ね、まとりあえずねあの見、ー、しょうがない、うん、この中では、あのー、おと,ととしもそうだったからね、うん、おととしもそんなでその時の気持ちっていうのはおじい今でもすごい分かってるんだけど。 まあ結局これ,これ何が悪かったんだろうっていうのでね <laughs> ペナルティー食らってるんだけどまあそうだよねだからあのまあ AI が悪いのは分かってるんだけどうんおかしいだろうってねうんで文句書いたからねあのまあ見てるのが人間だったらカチンと来て当たり前だもんねまあそれでしょうがないなと思ってうんうんでまあ同じことをこう同じようにカチンと来てるようはしょうがないしね まあ一応申しはし立ててはるんだけど、でも表現的にでも分かってる人は分かるんだろうけどもちょっとこう今日はね待ち合わせがあったんでね時間もあれだったんでちょっとあ足んなかったなっていう部分補足すぐ出せばよかったんだけどねまあそこも何かしらこう今日の一本出してから。 出かけようと思ってたんでねであとあの英語のやり取りが翻訳したからギリギリまでやってたんで特に時間がなくてね言い訳すればねそんな感じです1うんねえ一回リセットねで今こう ずっとおじいのこの毎日朝から晩まで毎回こういい感じのリセットをかけてバーッて来てたその原動力が今プチンって切れたんで今までの,あのライブ配信とかカーコムとかねその前のサイトとかこう何かしらプチンって切れたらもう終わりなんだよねそこで。 で今日もさっきステージアライブの、あのーねうん、と契約解除しますという動画があって、で解除してから2日後、や、ねうん、めちゃった、やめちゃったけど、ね、あの人と今までを振り返ってみたいな、うん、あの思い出の写真見ながら、ね、ありがとうっていう動画、それも,もう削除したけどね、ねそれも見ながらね、うんはい、こういうことがあったなと思って。 なもんでねまあ、そういうのも見ながらねあこういう歴史があってだんだんとこうやってここに今自分の居場所としているんだよなと思って、うん、あの一個一個の動画を削除しながらその時の、ね、何年か前いろんなものを思い出しながらこの時はこういう感じで動画作ってたんだよな。この時は こ,ういうこの動画をアップすることになってあなるかあなるかなああなるかなこんだけ見てくれるかなとかって気持ちでアップしてたんだよなでも今,今見るとこの動画ゴミだよな <laughs> っていうねでもそのゴミ,ゴミにするのかどうなのかは自分が結果を出してからあの利用用途によってはねそれを宝にするもゴミにするも自分次第っていうねそこまでをこの間まで言ってたんだよね。 だから最近あの何っけ富士山がバックに見えるところでコーヒーガリガリやってるやつとかねアクセスが移住いくつとか20ぐらいしかない動画をあのーパン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 とかビックリマークのとこにねちょっとこうこ,こ2日ぐらい2日3日ぐらい手料を意図的にちょっとこう出したりしてたんだけどねそこまでたどり着かないからあんまり見てくれる人いないからあんま伸見なかったんだけどだそこの実験を見て分かるように やっぱりべなないいものはべないんだと思って、ねうん、だから静岡だ結構静岡にいるからあの富士山って言うとわーって言う人がいるからあのふ富士山動画結構出したけどでも YouTube の動画にすると富士山はやっぱりあの専門に撮ってる、ね、プロのカメラマンとかああいろんな富士山出してるところがあるわけだから、まあ、あえておじいの動画見る人はいないんだよなと思ってそう思ったら、うん、富士山のどこもいらないよねってね。 であの見て消し動画にあればいいかなっていう、まあ、その日のおはよう動画とかさなんかそういうところであってねであの、まあ、雑談みたいなのはね本当おじいで言ったらあのツイッターみたいなもんだから長いけども長いつぶやきなんだよおじいの雑談っていうのは多分つぶやいたらもうあのあのあのもうぼしょぼしょっつってねその時の 人たちがあの毎日新聞見るような感じでねあの見てくれればって感じだったんでまあほ1週間10日より前のコメント返信雑談とかね雑談とっていうのはいらないでしょうねえ、まあ、そうするとまあとはいらないのがビリーなんだよねうんビリーが平均100本まではいかないけども 何十本として4年間分あるわけなんでそれで何百本ねうんま多い時は183回ぐらいまでやったんだけどあと100何回とかね去年は全然10回ぐらいしかやなかったけどそこら辺もだから何百本も全部ゴミだよねうんビリーは見てもらえないしつだけどでもただこんだけやったんだよっていうねもうちょっとこう。 結果出せるかなと思ったけど体がだんだん変化してくるんだよねあの肉体的精神的にどん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 ちょっとね白くなってくるんでねうんちょっと去年もう去年もちょっと限界感じたんだよねあの基礎体力ができるまで継続できないっていう苦しくて本当ね去年ちょっと基礎体力半月やればなれるんだけどそこ行かなかったんだよね うん、なのでちょっとね去年は自分のもう衰えの限界かなっていうのはちょっと感じてね、うん、まあいろいろ考えた年だったんだよ去年はね。うん、で今年今年からどう,どうしようっていうね、うんまあ、そこのところこういろいろ考えてたんだけどもさ。うん、<laughs> ねえ。 でまあいろいろ作業したからねおじいの話題にも出てきてるであの西山もこさめちゃんっていうんだけどねで今こさめちゃんどう,どうやって頑張ってるかなーって今日ツイッター見たりとかねまあ、一緒のライブでやってるんだけどねこさめちゃんはで最近のライブ情報それはどれぐらいあるのかなーとか見てねこさめちゃんにねあの本当 ね、おい静岡のおいしいね桜木とかねスラ手作りストラップとかね忘れた頃にプレゼントするなんてね本当にもう一瞬一瞬たってるけど本当忘れた頃でねひょっこり、うん、ライブでも行きたいなーっつって今日はだからあのそ,の、うん、それが夕方だったんでねいろいろね、うん、ちょうどに西さん駅に送ってでその後の出来事なんでね うんまあ、それまで今日あるもんで、あのー、今日本屋さん来た時も言ったんだけど一、まあ、万人超えたらね、うんまあ、たまにはオフ会とかね、うん、ファンサービスとかなんかこういろいろちょっとずつできるようになったら楽しいんだけどなーなんて話してであの小みちゃんのねライブ会場とかあるわけじゃん。おじいちゃんににに遊びに行くよってね一緒に コシャミちゃん見に行かないとかってね、まあ、そんなふうにこうそういう場所で集合できたらいいねなんてと本屋さんはね、まあ、静岡でライブ会場になんだったらね、あのー、そこに呼べるようになったらいいよねとかね、まあ、そんな話をしながらコシャミちゃんの話をしてたんだよなのでね彼女も頑張ってる、ね、でシージアライブにいた時だってねおじいのことこうね レジェンドってね本当にあにいい褒め言葉で表現してくれてね、うん、すごい励みになっててほ、うんだ本当ねあ頑張ってるなおじいも頑張んなきゃなしてね本当ね吉垣とか見ながらね、うん、それがもう今の機動力なんだよ。シ、うん、ーキャスアフリカフワッチ、ね、ステージアライブ ぽこちゃんとかねそういうところで応援してくれていた仲間がいてねでそれぞれあの一緒に配信した仲間がそれぞれね今バラバラになってるけどでもみんな頑張ってる結果を出してるね、うん。だから本当、そのそうう人たちがみんなどっか行っちゃったりとか滑れちゃったらねちょっとここまでの記録がなかったかもしれない。うん おじいはやっぱその周りのみんなも頑張っててくれてるからねうんなのでおじいもそういういろんなものを飾りながらねまああそこ今たまたまちょっと四角ポカンってやってるけどねまたまたまた偶然今日はあのこれ見てたんだよねこれねステージアラブ時代のね,、うん、ね小雨ちゃんの手書きこれね吉せ書でね うん、おじいよくこしゃみちゃんのとこねあの見に行ってたんでね、うんまあ、来てくれてありがとうってね私はこしゃみが今度は行くねおじいのとこ行くねしてね本当まだ最初の頃のねほ、うん本当この子はねあの素敵な子だよ、うん、いつ何時見てもねおじい結構ねステージアライブね知らい時があって。 まあいつもあるんだよ、ちょうどステージアライブも今の時期、あのファッチの時も嫌な時期。でおじいが、おじいも結構年間通してすごい沈む時があって、荒れたライブをやる、や,るあのやっぱ元気なおじいで元気な配信しなきゃなんないんだけどね、専属配信者として。でもやっぱりこれだけは許せねえみたいなのがあると、やっぱ荒れた配信になっちゃうし、えよく叱られてたよ、<laughs> ほんとね。 うん、おじいだめじゃんみたいなねだだだってだってどうしてもあの我慢できねえんだもんって言いながらね、うん、こんなことあのこんな配信してるようじゃねあの上には行けないよって言われてねまあもう上等もうこれでいけなきゃ上等だよバカ野郎みたいな感じでねで次のに「ごめんなさい」って言ったんだけどね「<laughs> すいません」っつって。 でね、あのー、たまたま本当今日ね、今、まあ、さっきというかもう10時になっちゃったけど、ね、昼間、昼間本当今日はね、あのー、行くまでにねいろいろ動画作って翻訳したがらとか、でその後ねこういうのを見ながら、まあ、ちょっと気合い入れをしてたんだよね、うんまあこあのー、今回の、ね、ペナルティがあってから思い起こしてたんじゃなくて、 たまたま,たまたま今日ここ何日かずーっと考えててでたまたまなんだよね。なので今日たまたま堀ンさんと会ってる時も昼間会っててねくさみさんの話してたんだけどさ。ねえなもんで本当あのー、これもね よくおじいの動画でもあるけどこうして「おじいの不思議コーヒー」っていうねあのお,じいおじいをイメージした歌ができましたって送ってきてくれてねこれもステージアライブでね本当に同じ専属配信者でいてねでこのこれを送ってもらった時ってねもうあのちょうどステージアライブ離れ,離れた時なんでね 的にね、うん、でもあのー、ちょこちょこ遊びはいてたんだよねあのー、まだ一棚とかに行っても、あのー、CJ ライブはねこしゃみちゃんを見に戻ってたんでねもうこしゃみちゃんの配信だけを見たいためにアプリを残しててね、うん、まあ、あんまり邪魔にならないようにねあんまりコメントしくて、あのー、ほんと、まあ、相当応援してたんだけどねたまにコメントしてたりとかね、うん なのでね、やっぱ本当ああいうあんなね腰に遊ぐられた、ね、優しい子がねこうしてこう「おじい,いつもありがとう」って言ってねでこうしてこうしてね,、うん、ね,ねこうおじいのとこに遊びに来てで「そのお豆はどこのお豆?」とかね「うん、そのミルいいね」とかねそういうお話をしながらね うん、でいろいろ、あのー、質問とか答えたりとかお話ししてたらねそれがそのまま歌詞になってるっていうね。ねなもんでやっぱこういうのを、あのー、思うと、うん、勝うやってね、まあ、歌にまでしてくれたんだからね、うん、やっぱりそういう、まあ、歌にななしてもらったような、あのー、元気なおじいにふさわしい 結果を出さないといけないなぁと思うと、まあ、ある程度我慢しなきゃなんないことも出てくるなっていうねとりあえず今心の支えの中の一個でもあるんでね、うん、あの時にこう楽しかった、うん、で随分あの押し込んだ時はコサミちゃんのライブ見てねあ,あのあの入り方あのスタイルねあの笑顔あの喋り方ね で、自分も大変なんだよ。いろいろろね。すごい大変なことがあってもつらい時があってもでもやっぱプロなんだよね、うん、本んにねあの明るく本当おじいよりもねおじいは結構ありえる時があるけど小シャちゃんはねやっぱ本当にもうリスナーさんの前で、うん、あのもう明るい笑顔をね小シャはねって感じだよね。 まあ、そういうところしか見せないよねプロ根性でね。そ、うんなもんでねいやーちょっとあのー、見習らなきゃなーっていうのを随分その時に思ったんだよね昔ね。そんなもんでねあのー、ほんと、うん、ある程度ね あの時にステージアライブにいた時にねあのー、スーパースターの称号をもらってねイベントでねでおじいはこれのレジェンドなんだよってよく配信で言ってくれたんだよね。なので、ね、いや本当のレジェンドになってねそれであのー、ライブ行きたいなと思ってね、うん、本当ねあのー、力がないうちはねなんかもうくすくったいだけでね。 ある程度結果出したいよねっていうねそういうそういういのがやっぱ今までの過去の謝罪があってこういう集中できるいろんなことがあってもあの乗り越えてこれたっていうのがあるんだよねまあもちろん嫌なこといっぱいあったよ嫌なこといっぱいあったし今までだったらねああもうこれやめたとかってそういうのだったんだけどでもやっぱりその。 まあいいいい人間関係に知り合うことができてまあそのほかにもたくさん素晴らしい仲間といっぱい出会えてねだからこそあ,のあれがなかったらこうなんないこうなんなかったらああなんないでああなったおかげで今こうなってるっていうのが全部つながってるんで重築になってるんでどれ一つとしてあの かけていたらい今の自分がないんだよ、ね、そんなもんでねこないだヒーローゆきさんのお話じゃないけどもど,どんなマイナスしたことでもねいやあれがあったから今あるんだからいや感謝だよねっていうねいやもう若い子そこまで気持ちにはなれなかったけどなってもう今100%全部ねそんな嫌なこと全てを感謝なんて思えないけどもでも少しはなんかその意味が分かってきたかなっていうね、うん、そんな感じなんだね。 まあ最終的にそうやってあのみんな仏様みたいになってくるんだろうけどね本当は素晴らしいおしいはそんな素晴らしい人間には収まらないと思うけどでもあのだんだんそういう意味があのこれは飾られた言葉だったんだろうみたいなさそのみんな疑いの目で見るんだよねその言葉が一個一個がねうさんくさいっていうかでもあこの言葉は本当だったなとか。 うん、この言葉も今だからわかるとかねそういうのがいくつかあるんだよね、うん、まあそんなこんなで、ねまあ、元気なおじいにはあの元気でいるために、うん、今休息しなさいっていう時期なんだね、うん、とりあえずパワーをためるために休めと。 で、おじいの過去の動画整理しててそういう,ふう動画が出てくるんだよ。もう今プチプチ消してるけどねステージアライブ時代とかファーチ時代とかその時にアップしたその時の、あのー、動画ね、うん「おじいは休みが必要だ」とかね「<laughs> パワー充電中」とかね <laughs> そんなのが残ってんだよ「うんそっかー」みたいなね。じゃあ 「おじい2019年今今パワー充電する時期でしょう」ってね、うん、そう思っただからこういうことってふといつ何時訪れるかわからない逆におじいのちゃんの方があれないよってね突然なるんだよこういうふうにねだからねうーんまあ ちょっっと一回リセットだねねていう、ね、もう行ける時、あのー、どんどん調子に乗ってもう行,け行,け行けるところまでガンガン行くぜってね一緒の気持ちはあるんだけども、あのー、今は停止の時期だからね空回り1月2月とにかく、あのー、こ,のこの12月1月2月はおじいにとっては鬼門の時期なんでね。うん 今月は停止でね、えっ、ー、ね、来月2月はね、減退です。ね、で、まあ、残念ながらねあの、ライブができるのは4月の中旬なんでね、あのまあ、3月の時期、ちょっと伸ばしたいときにライブができないというのはちょっと残念なんだけどね、うん、まあそんな感じです。ねなのでまあ、最低でも 1>, 1月2月のこの時期っていうのはあまり、えー、あのー、なんか行動は起こしたくないなっていうのがあるんでちょっとこう静かにね静かに動画を残しておこうかな。うん、で、まあ、コメント返信もねちょっとこうとびとび地味になっちゃうと思うんだけどもね、うんまあ本当申し訳ないんだけど一、まあ、回そういう面も含めて。 あのーまあ、それでも見てくれる視聴者さんいや相手してくれないとしまんないっていう人もいるでしょうねでもどのみち成長していく過程で全員をね、あのー、毎日毎日対応するっていうのはまあ無理な話なんでねなのでまあ遅からず遠からず来るものが今ちょっと横練習みたいになるのかなっていう感じなんでね。 まあそんな感じで見ていただければと思います。で、おじいはね、あのー、動画の報酬もぐっと減るし、うん、あの長い雑談もなくなればね、うん、まあガーンと減るよね。まあどうせ今の時期負の失敗である状態で出てくる気持ちあのー、言葉っていうのが、うん、まあいろんなまあそのおかしく伝わりやすい。 これ昨日もおとといも同じこと言ってるんだよね。で気持ち悪いほど当たるでしょ。あの占いじゃなくて運命なんだよ。 まあえー、ともう一度ね「年、えー、運は安定でも地球運は大釈迦の停止」「これまでうまくいっていた人間関係にトラブルが生じそうです」まあ「軽い気持ちで発したジョークに尾びれがつきひどい噂が立つことも口は災いのものを自戒することそのまんまだね今日がねうん」ねえ 無、まあ、意識で友達にしたことが冷たく思いやりがないと受け取られるおそれもあります言い訳よりも所帯を先に行ってことだよね。うん、なのでまあ本当ねあね、のー、そ,そ,その通りだね。そんなわけで1月2月、ねまあ、特にちょっと注意しなければならない時期というかあまりテンションを <laughs> 基本的に上がらないんでうんまあちょっと静かにしますね消えちゃうわけではありませんねど投稿は毎日最低でも一本何かはするからねうんまあ調子がいい時はちゃんとコメント編集審査もするしねまあ何かしらあるよ波はあるよただね慎重にっていうかあの無理に やらない、うん、ちょっとこう今までこのもうちょうどもう丸2年過ぎたんだよね丸2年ちょうどもう過ぎたんで3年目集中してね真剣に YouTube で結果出そうと思って3年目に入ったんで、まあ、石の上にも3年3年頑張ってある程度見込みがなくなったらもうだめだってうね、うん、その3年目に突入だ3年目の仕上げね あの修行期間の3年目なんでねちょっと一回自分をもう一度違う別の角度からねもう一回見直さなきゃならないそんな時期ではないかなと思います、うんうんね、でここへ来てねあの昔のやっぱリモコンの動画とかそこら辺に 3人コメントくれてるんだよこの24時間の間に。でたまにポツンポツンと4人だ4人くれたんか。ね、5人だ5人くれてるんだね5人。結構ねあのでそれもじコメント返してるんでねまたそれ見てコメントする人もいるんだろうけどもなんか知らないけどなんか急激に伸びてるんで。 だな,なんかでなんかどっかでなんか広がったのかもしれないねたまたまねまた第3弾第4弾ね同じような動画作ろうかな <laughs> あのー、ガジェット系の動画はね結構見てもらえる、うん、で、まあ、詳しい人がいれば教えてもらえるしね本当、うんそうなんだよだあのー、まあ、いつも言ってるように 自分のやりたいことを、ね、落ちれば殺、まあ、談 YouTuber として言ってるんだけどもでもあ,のある程度結果が出る前に自分の好きなことをやっても、うん、あの誰からも評価されないし見てもらえないし結果に従わないんだよね、うん、だからねあのそれはチャンネルを象徴すると,するとあの何がみんなに見られてるのかっていうと レンタル Wi-Fi よりもガジェット系の方が需要ダーンと占めてるんだよね。うん、それが方向性なのかなってちょっと思ってきてるんだよね。レンタル Wi-Fi はもうトップから落ちてるんだよね。あの人気の順で相当すると。弓デジの A3 の情報とかさ、ねまあ、何かしらこうガジェット系の情報、あとスマホのミラーリングとかね。 そういう情報の方があの時間をたってみたら見てくれてる人がしゃいなく取りしがりで見てくれてる人が多いんだよね。なのでやっぱりガジェット系って強いんだなと思ってね。うん、なのでほんと起爆剤はおじいの場合レンタル w i フ f i でここまでねやってきてるんだけど、うん、まあいろいろ あの2本立てとかね進路をちょっとこう見直す修正する必要があるとしたらガジェット系なんだなーって自分の動画の結論から見るとそうなんだよね冷静に見るとねなのでそういうのもなんていうのかな今新しい人のコメントレンタル w i f i で言ったらもう ずっと見てる常連さんとおじいのお話をキャッチボールがメインで新しい人の質問とかね新しい人の会話入ってくるものとか今あんまないんでだもんでねそういうのもあるんでねたまに質問なんかしてくれるとその質問あのなんて言う視聴者 Q&A でねあその質問に答えるよって感じでやってるけど本当まれでしょ知るぐらいね あの活性化した時っていうのはそのその機種とかあれはどうなのこれはどうなのとかいろんなことがおじいのとこに来てたんだよねでもその時ってレンタル w i f i の動画ばっかりダカダカって出してる人ってあんまりいないしちょっと始めても長続きしないんだよねみんなねだからさあの,あの時は今おじいのとこにね結構ても来て誰かが見てくれるから あのおじいが分からないことでもおじいに教えてくれてその列ーさんに分かるように説明してくれる人もいてってそうやってできていたけど今もう結構もうここまで来たら SIM も,も含めていろんなレンタル w i フ f i 会社だけじゃなくていろんな SIM、ね、とかルーターとかそういうのを扱っているところが増えてきてすごい無数に増えてきてるでしょ。でそれで取り上げてる人たちもいっぱいいるからさもうあの違うんだよねここ2年前と今とでね。 だからおじいのところは確かにレンタル w i f i を軸にして支えられてきたけどもその支えられてきたのが今まで支えられたものが今後も支えになるのかってったらなんか今数字を見ると違うんだよね動画のね。うん、なもんでねあちょっと切り替え時期なんだなっていうねうんまあひしひしといろいろ感じながら。 そして、あのー、過去の動画をね、あのー、人気のないもんじゅうからあの逆算しながらでこの時の思い出さようならって感じで、あのー、今みんな削除してるボン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 っつってでこの動画も残していけば、あのー、いつかそのうちにとおじいは YouTube にアップしてなかったからすぐ消しちゃうでしょ、ねあのー、レガレスさんみたいにこうバックアップで撮ってないから もう消えたらもう消えもうないっていうのがほとんど多いんでねよっぽどのもの以外はね、うんなもんでねほんとその動画を削除する時にこの動画ももう一回見たりとかね、うん、自分自分なりの思いっていうのがあるからそ、うん、の動画にねありがとうさようならって言いながらあのー、削除してるパカパカね、うん、なので他の YouTuber がやってるその 動画の選定じゃないんだけども、まあ、似たようなことになってんのかな本当ね、うん、チャンネルの,あの成績上げるとかあの全体的なクオリティ上げるとか評価上げるとかそういうつもりはみじんもないんだけどね、うん、まあでも、あのーまあ、いろんな人が見て、うん、楽しめる動画おじいのが喜怒哀楽いろんなものを この時の時感情何年前はだった去年はだった今年はだったとかねそういうのを残していくことでどう人が進化していったのかっていうものも含めてあの後から皆さんデータとしておじいを分析してみてねっていうねそういうものとして残したかったんだけどうんやっぱりクリエーターとしてはいつ誰がどういうふうにしてみても、うん、ニコニコ楽しい平和になるようなね そんな動画を残していかなきゃいけないっていう決まりじゃないけどもそういうの言われ続けるでしょでもそれじゃあなっつって,言っていやおじいはそんな一緒と同じようなことはっておじいは全部残しとくよその時の感情だもんそのまま残しよって言ったけどそれは個人の人間としてクリエイターとしてはやっぱ資格なのかなってねちょっと思うようになったね。うん なもんでおじいがあ,あなんかあのねよくたまに気持ち悪いあんちが変なのをとこしたりするけどもさ、まあ、ピシパシ全部全部読んでらんないからねブームドヤーってくるからね、うん、まあ構ってほしいのかなるのかそこらんの意図がわかんないんでね、うん、あなたの,あの言う通りにはならないよってってね、うん、まあそんな考えなんだけどさ でもまあ、ある意味ある意味うんそういう災い災いからやっぱ防衛しなきゃなんないのかなっていうね、うん、ん今日は削除されたのはすべてのことから防衛しようね、うん、あのおじいがもっと言いたかったのは 海外に旅行に行く時に日本のつもりで行ったらもうお財布はなくなってるね旅行行く時だってかばんなっておじいたことだけどもうほんとぐるぐるにしてやってって中からみんな営者で持って帰っちゃったりとかねでバラバラにしてお金を持っておくのはもう当たり前ねあのそういういろんなあの覚えで誰かが何か壊さないあげたら近寄らないとか避けるとかねあの逃げる準備するとか。 あのー、もう日本のつもりで海外に行ったらほんと小指に合うからねでほあの日本以外の人たちはそういうなんかこう自己防衛というのがもうあるんだよねどこの国もで盗まれないようにとかねあのー、あるじゃんでそういうのが今日本平和なんでね、あのー、もうちょっとこう危機感を持とうよっていうね、うん、でもそういうのもおじいが言わなくても大きなおしはね うんまあ、あまり適切ではない表現でそれぞれにーンっていうのも悪いしね、うん、だから本当にあの、まあ、無難なところで大手さんがやってるようにね、うんまあ、ちょっとまずいなっていうところは口を利用して <laughs> <laughs> そこら辺はちょっと検索してみてねみたいな感じで,、ね、であのいいとこずくめでやっていくのが一番無難なんだね成長できるんだねっていうかね あの評価されるんだねねっていう、ねまあ、この中ではそうやってやっていかないとダメなんだっていうね、うん、そこら辺ちょっと感じ始めたね「それでいいのかおじい」っていう人多いんだろうね、うん、まあ悩ましいね、まあ、とりあえず、あのー、これ将来のことに結びつけるために過去動画を 大切にしてきたんだけど今はかすってる状態なんだけどね、うん、もうちょっとそこも踏ん切りがついたんでねあの今パカ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 一削除していきますね。まあこれもね本当まあ無駄な無駄な本数でも何でもまあなんか筋でこんだけアップしたんだよというのを残したいおじいとしては、うん まあ本当悲しいことだけどでもどのユーチューバーもやってることなんだよね、うん、おじいだけが特別ではなくてみんなやることでこれをやらなければあのユーチューバーとしては成長しないっていうのもあるしよしあのー、まあ難しいねいろんな考えがあるけどこればっかりは成功法が 無数にあるように見えて人の数だけあるように見えてでも実は限られてるんじゃないかなっていうねそんな感じがするんだよ。ねまあそんな感じでね、まあ、あののの一生の星の引たじゃないけどね今気力も限界体力も限界ね。 あのそんな気持ちで YouTube の動画を楽しくアップできないのでね、まあ、ちょっと気分転換が必要です毎日ちゃんとねニコニコ笑顔で動画を作ってアップするので、まあ、ちょっと変化はするんだけど後から言われて変化するよりもね、まあ、先に言っといた方が気が楽かなと思ってね、うんまあ、このまま嫌がらせを受けてチャンネルが ポンってなくなっちゃうかもしれないしねそれは分からない本当、うんまあなくなったらなくなったでね、うん、またもう一回やってみんなに探してもらうけどねえ、まあ、探してくれるっていう人がね、うん、2人20人ぐらいはいるからねまたそこからリスタートするさね まあそれをやった立花さんがいるわけだしね本当まあそんなつもりでやってかないとね、うんまあレガリア社もそうだよね2回消されて今があるんだからね、うんうん、よし23時ね、うん まあこ,のまあ、これぐらいのねしみじみ長い雑談はねまあ、あんまないんだけどね本当申し訳ないねまあこう何か一本の糸がプチンって切れるってことはこういうことなんだよ張り締めたものがパンって切れるその本当にね本当に一切のことで 一本プチンって切れただけで全体がバラ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 ってなるんだよね意外ともろいほ、うんだ本当だったらこなんかこうちっちゃなことだったらね一日休憩してもその分今日はいっぱい作って取り戻そうとかねそうやって修正してきたけど、うんまあ、ちょっとこう長期にわたって一回 後戻りしようってて考えたことは初めてだね立ち止まるっていうことはあの過去のライブ配信でも何度もあったけど一回削除したりとか伸びてるものを止めてとかあと数字を減らそうって考えたのは初めてだね。うんであの足踏みじゃなくて U ターンして戻ろう、一度、あそこまでっていうね、それは初めて、こう考えたのは。うんね、なかったね、昔ね、なんか政権でね、加藤さんだっけね、うん、勇気ある撤退ですみたいなね、うんまあ、撤退しないからね、とりあえずね。 そだけで、あののであなおじいの休息宣言限というかね、あのペースを落としてね、別にやめるわけでもないし、うん、動画出さないわけでもないので、その辺をね、あの大きく大げさに捉えて、なんかコメントしないでください。ね、逆になんか、うん、あのー、動画出しづらくなるんでね。 ただ何かおかしいって言われる前にこんなことがあったよっていうのは一応そのままそれで出しておくよ。ねまあ、隠しといたってどうせもう分かることだしね。でそれをやったやつがいるってことはそれを拡散するってことだしそこから話を広げて面白くするだけだからね。うん、まあとりあえずなるようになるさって、ね。はいそんな感じで以上です。まあつまらない話だけどもね。 までありがとうございました。そんなわけで次の動画ではいつも通りに戻ってアップすると思います。最後です。ありがとね。バイバイ。